皆さんこんにちは、リコです。各自治体の支援策が決定しています。それでは詳しく見ていきましょう。鹿児島県は30日県営住宅に入居できる世帯対象を4月1日から拡大すると発表しました。内容としては、1つ目、婚姻から3年以内の新婚世帯、2つ目、婚約世帯、3つ目、3世代世帯を加えるとのこと。これは子育て支援の一環で、出産を希望する新婚世帯や両親と暮らしている一人親世帯などの負担軽減が狙いです。3月29日付で関係条例の施行規則を改正しました。県住宅政策室によると、新婚世帯などはこれまで子供が生まれた後でなければ入居できませんでしたが、今回対象が拡大され、事実婚のほか出産予定のない新婚、婚姻世帯も対象とします。埼玉県川口市、マイナンバーカードの普及促進とさらなる子育て支援として、赤ちゃんにっこり応援金の受給者に対し、乳児1人当たり1万円相当のポイントを付与します。対象者は、1つ目、令和5年4月1日以降に出生した乳児の赤ちゃんにっこり応援金の申請者で支給決定を受けていること。2つ目、乳児及び赤ちゃんにっこり応援金申請者のマイナンバーカードが取得されていること。3つ目、申請時点で本市に乳児及び申請者の住民票登録があること。以上、1から3の条件に合致することが条件です。申請方法については、赤ちゃんにっこり応援金を申請した方が支給決定通知後、乳児のマイナンバーカードを利用して専用アプリから申請とのことですが、まだ準備中とのことです。申請期間は令和5年6月から受付開始の予定。1歳6ヶ月を迎える前日までにご申請ください。付与ポイントは乳児1人当たり1万ポイント。利用できる決済サービスについては現在準備中です。情報が更新されると思いますので、対象の方はチェックしていきましょう。東京都葛飾区、出産による経済的な負担を軽減し、子育て世帯を応援するため、葛飾区独自の葛飾出産応援給付金を支給します。支給額は児童1人当たり5万円。対象は令和5年4月1日以降に生まれる児童を養育する方で、こちらは所得制限はありません。申請方法は、出生・転入時に申請する児童手当。支給時期は令和5年8月以降を予定しており、支給の準備が整いましたら、支給決定通知をお送りし、指定の口座へ振り込みしますとのことでした。北海道旭川市、広報令和5年3月号に掲載されていた内容です。市民への支援策としては、1つ目、中学生までの子ども医療費完全無償化、今年8月から実施予定で、中学生まで助成し所得制限を撤廃、自己負担なしの完全無償化です。2つ目、妊娠・出生時に5万円を給付。3つ目、学校給食費の支援、食材価格の高騰に対応するため、給食費改定に伴う増額分を全額公費負担とします。4つ目、旭川独自の給付型奨学金、大学等の進学と生活に関わる返還不要の奨学金で、給付額は入学時に自宅外通学であれば50万円、自宅通学なら30万円、2年生以降は毎年10万円、各学年最大100人としています。詳しくは市のホームページをチェックしましょう。ここまで各自治体の情報をお伝えしてまいりました。さまざまな支援がある中で、給付型の奨学金も増えてきたように思います。入学・進学ともなるとお金もかかりますし、こういった支援は本当に助かると思います。ぜひとも国としてこういうサポートをしてくれたら、自治体としても他の支援に取り組めて幅広い支援が打ち出せると思います。そうなるよう願いたいですね。それではリコの部屋をお届けしたいと思います。本日の質問はこちら。リコさんは好きなタレントはいますか？ご質問ありがとうございました。好きなタレントですね。私はですね、アナウンサーとしても素敵で、そしてバラエティでも活躍していて、なおかつとっても綺麗で美しい田中みな実さんがとっても大好きです。女性として憧れるものがありまして、なおかつ声が綺麗で、仕事のオンとオフがしっかりとしているところとか、美しくいるために努力を怠らないところとか、全部が魅力的ですね。
私も田中みな実さんのように聞き取りやすく癒されるようなナレーションができるように、そして美意識もしっかりと持って心と体も若く入れたらと思います。目指して頑張りますね。その他質問も随時募集しておりますので、お気軽にコメントまでお待ちしておりますね。その他生活に役立つ情報を掲載しているブログは概要欄上部に掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。ではでは、皆さんいつも高評価とコメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連さまざまな分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価とチャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。